はは、い、どうもこんばんばフレートのキウリーチャンネルです、えー、今回はですね、えー、と前セリアさんの方で買った恐竜フィギュアのロボットというかそういう感じのおもちゃをね、2つ開封していきたいと思いますはい、えー、恐竜動画たくさん撮ってるのでぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはい、えー、今回ね遊んでいくのはこちらのバクタンスターザウルスと、えー、ドライブザウルスですね はい。どちらも、車と恐竜がモチーフになってるおもちゃになりますね。はいあ。こっちは車じゃないな。まあ、ロボットですね、基本。はい。えー、なので、えー、サクッとね、今回は開けていきたいと思います。はい。えー、まずはですね、こちら、スターザウルスの方から見ていきたいと思います。はい。えー、ラインナップがですね、ティラノサウルス、ステゴサウルス、ブラキオサウルスの え、各2色ということで、まあ、計6種類だそうですね。はい。今回ね、買ったのが多分このステゴサウルスだと思うんですけど、まあ、ちょっと開けてね、見ていきたいと思います。裏側には簡単な説明書が載っている感じですね。はい。ちょ、ジャンコードを写しておきます。はい。えー、というわけでね、開けていきましょうか。ちょっと、カッターがね、 今手元にないもんで、自力で開けないといけないんで、あれですね。はい。開けていくと、こんな感じですね。はい。えっ、ー、とね、プラスチックの材質はちょっと軽めですね。はい。えー、じゃあ組み立てていこうかな。ちょっとクリック式ですね。はい。こんな感じで。カチャカチャとね。 動かす感じですね。はい。えー、変形させるとこんな感じですね。えー、っとね、感想としてはね、結構悪くない感じだと思います。えー、っと、まあ、体の部分がね、まあ、スターザウルスということで、星がモチーフになってるんで、そこのね、再現度っていうのはちょっと、胴体の再現度は微妙になるんですが、 顔とね、足と尻尾の部分に関しては、臓器結構しっかりしてる方だと思うんですよね。はい。結構いい感じじゃないでしょうか。はい。これは、どうだろう。このティラノサウルスっぽいのとかもちょっと気になりますね。はい。えー、こんな感じですね。はい。 一応足もね、クリック稼働で動くようになってるんで、若干ポージングつけてね、遊ばせることも可能です。結構安定して立たせられるかなっていう感じですね。はい。えー、次ですね。えー、ドライブザウルスということで、えー、っと、車と恐竜が合体してるような感じのおもちゃですね。はい。 えー、こっちはねラインナップは特に書いてないんですよ全6タイプとは書いてあるんですがそれぞれが何ていう名前の恐竜かっていうのはねわ、えー、からないですねはい一応ジャンコードを写しておきますはい、えー、というわけで、えー、開けてみましょうか シールもついてますね。シールがね、これに書いてあるんですけど、えー、シールも6種類ある感じですね。はい。えー、というわけで、開けていくと、こんな感じですね、えー。こっちもね、どうやらステゴサウルスっぽいですね。はい。えー、じゃあ変形させてみましょうか。 えっとあここをこう動かすんだすごいですねはいえー、こんな感じで動くんですがはいこんな感じですねえー、触った感じとしてはねさっきのこのスターザウルスの方がプラスチックはしっかりしてたかなっていう感じでこのねクリック稼働がねしっかりしてる分 よかったんですけど、こっちのドライブザウルスの方はね、ここの、いわゆる車モードから、恐竜モードに変わるときに、えー、っと、ここがね、ある程度カチッってならないんで、あの、ちょっとね、動かしにくいなっていう気はしますね。はい。これが一応恐竜モードなんですけど、車モードにもしてみましょうか。 はい。車モードにすると、こんな感じですね。パッと見恐竜とはわからないんですが、あの、ホットウィールの、あの、恐竜がモチーフになってる車みたいな感じで、ここの部分がね、やっぱり恐竜っぽいんで、なんとなく恐竜チックな感じがしますね。はい。あとは、まあ、勝手に僕が、 考えたモードですけどまあ、車恐竜モードみたいなのもね、遊べますね。ただ、ちょっと顔がね、下に来るんで、難しいかな。はい。そんな感じですね。ちょっとね、シールは貼るの得意じゃないんで、今回はやらないですね。はい。というわけでね、今回2つ開けていきましたけど、まあ、 うーんこの手のおもちゃって、まあ、一回遊んだらもういいやってなるようなね、感じの、まあ、チップトイなんで、あれですけど、僕的にはね、うん、こっちの方が、プラスチックがしっかりしてたかな。でもね、どっちもデザインは良かったですね。うん、えー。そんな感じでしょうか。はい。ちょっとね、尺が余ってるので、えっ、ー、と、こちらのね、 えっと、サウロペルタのフィギュアをね、開けていきたいと思います。物価で百十110円で買いました。はい。行っていきましょう。えー、これはですね、海洋堂のフィギュアですね。はい。ここをね、尻尾をつけると、ちょっと硬いですね。はい。えー、こんな感じになります。はい。 サウラペルタは、サウロペルタはね、やっぱりこの横についてるね、トゲが特徴的ですけど、結構やっぱりリアルですね。海洋堂のフィギュアはどうやって造形してるんでしょうね、今。Z ブラシなのかなちょっとわからないですね。はい。ちょっと尻尾がね、きちっとはまらないですね。はい。えー、こんな感じです。材質がね、ちょっと、 柔らかい感じなんでこれはあのチョコラザウルスとか2000年初期ぐらいになんか売られてたものというよりかは最近食玩で入ってるような感じのものかなっていう気がしますねはいこんな感じですはいえーというわけでねなんか今回すごい似たりよったりなね恐竜たちが出ちゃったんであれですけど はい、まあ今後ねこの恐竜たちは箱に入った恐竜フィギュアシリーズでもね使えるかなっていう気がするんでまた今後もね、えー、登場していくかもしれないのでまあチェックしてみてくださいはい、えー、そんな感じですかねえー、っとこのね大発見恐竜化石コレクションの A タイプ B タイプに関しては どうやってね、レビューするかっていうのをちょっと悩んでるんで、えっと、また今後ね、あのー、動画チェックしていただければなというふうに思います。はい。えー、今日はそんな感じですかね。はい。えー、僕のチャンネルでは恐竜フィギュアの紹介動画をたくさん上げてます。はい。えー、まあ、ぼちぼちね、自分のペースでのんびりやってるようなチャンネルなんですが、 まあできるだけね、恐竜好きな方になんか楽しんでいただけるようなね、コンテンツ作りを目指して頑張ってますので、えー、ぜひね、えー、チャンネル登録、高評価、えー、よろしくお願いします。はい。えー、という感じです。<laughs> すいません、変みました、えーと。という感じで、えー、以上になります。はい、えー。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。